村山隆平記念館は、三重県渡来郡玉城町田丸にある文化施設。朝日新聞の総監に携わった村山隆平を検証する記念館であり、玉城町郷土資料館や玉城町図書館などを併設する。村山隆平は、開園三年に伊勢国田丸の奇襲藩、田丸城代に仕える家系に生まれ、五大阪へ移住、1879年に、 朝日新聞を創刊し、後に朝日新聞社の社主となった。村山は財界人、言論人として、社会を先導し続けたのみならず、美術品収集でも知られた文化人でもあった。また、郷土愛に溢れた人物でもあり、故郷に多くの寄付を行い、田丸城の徴用家などの原子を提供した。玉城町では、こうした村山の功績を称える、 施設の建設が没後50周年を迎えるにあたって計画され、村山の子孫からの多額の寄付を受け、1983年に開館した、田丸城大手門関前にある。法的には、博物館法の適用を受けない、博物館類似施設である。村山の遺品の展示を行うのみならず、玉城町郷土資料館や玉城町図書館なども併設し、 広く玉城町の社会教育の振興と地方文化の発展に寄与している。1階に玉城町図書館、研修室、事務室及び玉城町教育委員会事務局、2階に玉城町郷土資料館、資料収蔵庫を設置する。また玄関には朝倉文夫作の村山隆平王像がある。施設の設計、管理は第1設計株式会社、志向は株式会社、 北岡組で、いずれも伊勢市の企業である。鉄筋作り2階建てで、延べ床面積は678.00平方メートルである。村山隆兵の没後50年を翌年に控えた1982年、村山を検証する施設を建設しようという動きが現れた。そして、村山の子孫からの多額の援助を得て、1982年10月1日に着工し、 展示設備費を含む総工費1億3450万円をかけて1983年3月10日に観光した。施設周辺の食事などの環境整備費用1160万円は朝日新聞社からの寄付でまかなわれた。春行及び開館は村山の誕生日に合わせて同年の4月3日となった。1993年には 開館10周年記念として4月4日から4月11日まで公設美術館名宝展と題し村山が集めた美術品を収蔵、展示する公設美術館から45点を厳選して展示した。同様の企画は2000年4月3日に玉城町が開いた生誕150年記念式に合わせて開かれ48点が展示された。2003年4月9日には 開館20周年記念式典を挙行し、玉城町長だけでなく朝日新聞社社主で、村山の孫である、村山道子ら朝日新聞関係者らも含めて、約100人が出席した。2006年2月23日には、朝日新聞の総刊第一号の複製が、鳥橋の個人宅で発見され、玉城町教育委員会に寄贈され、後に、村山隆平記念館の展示品となった。 2008年4月には、開館25周年記念特別展を、2010年4月には、生誕160年特別展を、2011年4月には、オブラートを発明した玉木町出身の小林正太郎が、所蔵していた三重県指定文化財の千樹観音の特別展示を開催した。2013年には、開館30周年を迎え4月4日に、記念式典を開催。 朝日新聞のルーツと朝日新聞社所蔵美術品展と題した特別展を朝日新聞社と玉木町が共催横山大観作富士山などの絵画や第70回全国高等学校野球選手権大会に手塚治虫が寄せたパネルなど朝日新聞社所有の品々を展示した2015年8月には村山が野球殿堂入りしたことを記念して 表彰レリーフのレプリカと野球伝道博物館からの伝道入り通知書の特別展示を行った。玉城町の考古遺物や玉城に関する資料、村山隆平の遺品などを収蔵する。開館時点の所蔵資料は、考古学資料424点、歴史資料400点をはじめとする、計943点である。特に旧石器時代から、 平安時代にかけての遺跡が多いた薪町では、石器、河原家、末器、弾き、鉄器が出土し、これらを展示している。村山隆平関係資料としては、自筆の書、愛用品や写真を収める。開館時間は9時から17時までで、入館料は無料である。朝日新聞の報道によると、2000年時点の入館料は大人500円、高校、 大学生300円、小中学生150円で、2010年時点では、大人のみ500円で18歳以下は、無料。2011年以降は無料である。玉木町図書館は、三重県渡来郡玉木町田丸114番地1の、村山隆平記念館の1階に設置されている。アイセルは j p 1 0 7 2 6 3 2014年度の蔵書数は11,883冊、利用登録者数は1,780人、貸出者数は15,667冊である。朝日新聞社から1983年の開館時に約300冊、1998年に575冊の寄贈を受けている。玉城町役場の北側に位置する。ありがとうございます。